にちは。こんにちは。3月4日じゃない、3月3日なんで4日が出た3月3日はひな祭りの日でございます。はい。というわけで今回はチラスジュースを作っていきたいと思います。はい、はいはい。レシピを見ると、うん、なんかゆで卵でおひな様みたいなのを作れるということだったんで、はい、そのゆで卵でそのおひな様を作りつつ、うん、チラシ寿司も普通のチラシ寿司じゃないと面白くないということで、はい、チラシ寿司ね、チラシ寿司、チラシ寿司、よし、チラシ寿司は面白く、普通じゃ面白くないということで、ちょっとケーキ型に入れ込んで、ケーキ型に、うん、まん丸なチラシ寿司を作りたいと思います。はい、はいはい。じゃあそれでよろしくお願いします。よろしくお願いします。俺どうしたか今日神か神というわけで、じゃあまずゆで卵を作りましょう。はいはい、はい、じゃあこれ入れときますね。卵、はい、ゆで卵つけんばですよね。うん、そうね。ちょっと食べさい。あだプラス1個食べる分にもう1個入れとっておこう。 あ、うん、あともう1個入れとっておこう。了解です。ゆで卵人気だな。今日は楽しいな祭り、ね、あとはじゃあそのご飯も作りましょうかね。ほい。あ、で、ボウルに取るか、はい、チラシ寿司の素。お、ほんとや、寿司酢入りのもうなんか奥まで入ってるやつだ。超楽、超楽っすね。俺の姉ちゃんさ、はい、チラシ寿司のことがさ、はい、寿司太郎って言うさ。でも、寿司太郎はあの粉のやつですね。ね、これ元が寿司太郎な。いやいや、チラシ寿司やろって言うやん。いや、寿司太郎やろ。いや、だけどそれ元が寿司太郎やろみたいなさ。まあ、あと、そのこのチラシ寿司の元入れるバージョンと、一応3段ぐらいにしようかなと思って、層に分けようかなと思ってるんで、これを混ぜ込んだご飯とか。あー、なるほど。で、なんか色を変えたいなって思って。じゃあ俺はご飯の用意をしちゃってもよかですか。お願いします。これを入れるだけかなぽいですけどね。 OK、 入れます。はい、はい。あとは俺あのあれ作りたいな、鶏そぼろ作りたいな。あーね、あー鶏そぼろあるの。あるんだね。それとなんかあの、あ、ちょうどあった、あ、これ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 使って、はい、なんか上にこれでトッピングしたいなって。なるほど、ね、人参を花っぽくなるやつ、ね、そうです、そうです。だからこれと一緒に、なるほど、茹でおきますね。ほいほい。あ、そっちにこう、サッと入る。かしこかしこ。いいじゃん。でも、卵の外でえらい北中ごたえですね。まあね、熱用とかれば。そうですよ、関係ねえよ。関係ないですよ。ほい。じゃあこっちは、ふりかけを入れていきます。はい、はい、お願いします。はい。それとじゃあひき肉でそぼろ、はい、鶏そぼろ作っていきます。はい。味付けは何がいりますか。醤油、みりん、砂糖。みりん、砂糖。はい、じゃあそぼろやっていきます。ほい。あー、くそー。 IH 反応してません。あ、そのフライパンがダメなの。鍋チェンジ、チェンジ。あと、ゆで卵もこれ止めときますね。はい。さあ、揚げときますね。よいしょ。冷やしとった方がいいですよね。そうだね。人参も一緒に冷やしときます。はい。出来上がりですか、ご飯は。はい、ご飯は出来上がり。お、そぼろもいい感じでございます。あとは卵焼きですね、卵焼き。はい。禁止卵。はい。何が禁止されてるんでしょうね。あれさ、なんかダメやったとですかね、やっぱ。あれあれ、なんか違反したとでしょ。あれあれあれ、あれか。はい、肉の油引いてます。動物性油、植物性ではなかった、ね、半分途中で止めて、結構入れた。あ、伸ばしていただいて。あ、そのままフライパン回して。そうそうそう。あ、上手。やった。泡を箸でもういいかもしんない。ですか。うん。じゃ切っていきまーす。はい、お願いします。細切りですか。細切りで。よし。そんならこういう具材系は大体できたもんなんで。なんで俺で、できたもので。はい、できたもので。はい、できたもので。じゃあその卵に
なんか海苔とかなんかいろんなもので、はい、そのおひな様っぽくしていきたいと思います、はい、デコレーションデコレーションします。じゃあ皮を剥くんだね。はい、そしたら剥いた卵を、はい、今度はこの反対側に乗せれば幸せんじゃないか。なるほど。で、チンした卵ももう出来上がり。はい、完成。ちょっとね、味見してみると、はい、ほんのり苦い。おし大人の味だ。そうですね、ビターやっぱひな祭りって言ってもやっぱ女の子ひなんで、そうそうそう、大人の女の子もいますからね。そうそうそう、子供に喜んでもらうのと、うん、あと大人の人たちが、はい、幼少期を思い出すような、そうな、ほろ苦い、そうそうそう、ハーモニーを醸し出そうかなって思いますね。あ、これダメだ。しょうがないね。じゃあ、ちょっと僕がこれは処理しておきます、はい、あちらのお客さんからです。ありがとうございます。またごめん、はい、おいも失敗してしもたわざとおし、いや、わざとじゃない、わざとじゃない、はい、ガチガチ。あ、うまい、この半熟。あ、やった穴ポコの半熟いい半熟具合ですね。うん、ダメやろほら、うん、こんなんあるよ。よっしゃよし、したらそのトッピングの具材を、はい、作りましょう。ご飯も詰めていきましょうか。それオッケー、お願いします。では、最初にそれもなんか油ごとと引いたからよかったですかね。やろう、よかったね、たぶんって大丈夫ね、水だけでちょっと。なので、はい、はい、これが正解かは分かりません。さあ、なんか麺玉と口と作ったらよかったですよね。メガネとか作らんでよかったですか。よかよかなんか考え出ます。はい、はい、髪の毛パーマかけた方がよかですか。パーマ、その後はなんかハットかなんかかぶっとか、ハットかなんかかぶせて、おいじゃないか。よし、はい、じゃあ2層目いきます。はいはい、間なんかかませるか、そぼろとか入れようかなっていう。なるほど、間にそぼろ。そうですね、2層やけんが。オッケー、じゃあそぼろいきます、はい、で一番上にあの伝部、桜伝部が。オッケー、そぼろ、そぼろ、そぼろ、美味しそう。それでは2層目に行きたいと思います。はい、はい、よし、これもう型から外した方が分かる。もうお皿に乗っけときましょうか。バン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 、いけるかな、いけるかな、あーどうだ、いけるかな。タカ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 タンタンタンタカタカタカタンタンタンタカタカタカタンタンタンタカタカタンタンタン、今日はここまで。おし、次回持ち越し。あー厳しいですね。ひっついてますね。2人を切り裂こうとするね。そう、あ、そういうことですか。そう、まさかのそぼろは天の川っていう。おし、それでも織姫と彦星ですよね。そうだね七夕この七夕野郎がって知ってるですか。知らん。こういう髪型でいいですか。はんはん、じゃあおい男の人を担当しようかな。はい、だいぶ大きい口が。はい、ほら、でも、お、釣り目ですこれですね。あ、なるほど。あの、ナルトの一番ラスボスみたいな。あーは、そう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 、ほら、はい、可愛らしいですね、おひな様です。どうしましょう、全部敷き詰めます。パラパラかけましょうか。はい、娘さんのほっぺたんごた色です。あ、もう一気にチラシ寿司っぽくなりましたね。だったね、チラシでいけるね。はい、こんな感じじゃないですか。あ、おめめか、ほら、着物。おー着物着物っぽいやつはい、男の子の方は裸です。バカ、洋服着せてやる。洋服着せてやるですか。一つ言っていいかい。はい、その二人逆だと思うんだ。そうなんですか。
ち位置変わったりする。ちょ、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 あ、違う、あの、あなたたちも男の子じゃなくておじさんだから。ありゃ、よーし、お、いいじゃないですか。いい感じでしょ。はい、で、周りにエビを散りばめて、お、なんか女の人こんな、頭にこんなのが乗っとったもんね。あー、いいですね。おっしゃ、よし、完成ですね。完成ですか。はい、完成でございまーす。はーい、ありがとうございまーす。さあ、じゃあ食べていきましょう。はい、はい、いただきまーす。よいしょ、醤油ちょろっとかけまして、いただきまーす。なんかこういうケーキ型にするのも楽しいですよね、うん、ね、見た目が可愛い、うん、あ、うまい。いただきます。どんどん、うん、うまい。ま、うまい。世間一般的には女の子の行事とか言われてますけど、はい、男の子も祝ってもいいんじゃないでしょうか。うん、でも男の子は鯉のぼりがあるから、ね、ありますからね。その時には女の子も祝えばいいんですよ。なるほど。おい、ちっちゃかとき姉ちゃんのあのひな人形壊した。怒られた、怒られた。なんかひな人形をなんか壊すとなんか良くないって言いますよね。あ、そうなんだね。あ、だから俺めっちゃ怒られたのかな。で、なんかこうやってケーキ状にすることによってちょっと分けやすいは分けやすいですね、うん、確かにね。家族とかで普通にショートケーキみたいに切って食べるのもよし、うん、まあこうやってはいひな祭りを祝ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回は卵をちょっといじくって、うん、なんかひな人形チックなのを作って、うん、はい、作るケーキちらし寿司でした。はい、はい、美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。お昼ご飯です。はい、お腹が減ってるので、はい、もう食べます。食べます。ご視聴ありがとう、ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、趣味のチャンネル釣り岡ハウスはこちら。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。